皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。ライダーキックスフィギュアレジェンドライダーシリーズ仮面ライダーグリスブリザードです。というわけでついにグリスブリザードのボーイズトイが来ました。グリスブリザードね、こちら映っておりますけれども、こちらね、仮面ライダーグリスの現段階の最終フォームでございます。まあ、V シネが発表されたんで、もしかしたらこことは別のね、最終フォームが V シネの方で発表される可能性がまだ残っているので、現段階でと言わせていただきますけれども、まあ最強フォームですよね。いやーめっちゃかっこいいな。もうすでにかっこいいもんね、これがね。うん、この姿に変身するとグリスは、ハザードレベルが限界値を超えて、まあ、死んでしまう危険なフォームでございます。とりあえず外箱見てまいりましょう。とりあえずやばいねこれねいやもうこれ見るからに塗装がすごい、いやーこれ開けるのめちゃめちゃ楽しみですね。そしてこっちにグリスのアップが映ってるっていう感じですね。そして裏面にはいつも通りライダーキック映ってるんですけど、この上のね内容物ちょっと見ていただきたいんですけれども、グリスブリザードの本体と手首まではわかる。グリスブリザードが付属するのはまだわかるとして、ビルドドライバーが付属するんだよね。これどういうことかな。要はあれだよね、多分このグリスブリザードを取った状態のビルドドライバーがついてくるってことでいいんだよねこれ多分ね。いやめっちゃ楽しみっていうかめっちゃこだわってる。いやすげえ楽しみですね。それでは早速開けてまいりましょう。それでは早速開けますよ。いやーすげえ楽しみ、めっちゃ楽しみだよ。いくぞよい、いきます。せーのどうどん。おー青いなめっちゃ青いな。おーすごい、すげえすげえぞこれ。いやテッカテカテッカテカ、おーめっちゃかっこいいぞこれ。おーというわけでグリス本体がこちらでございます。そして付属の部品が全部ねビニールに入ってますね。替えの手首パーツとこっちがビルドドライバーと、これがグリスブリザードナックですね。これは手持ち用ですね。それでは早速ですね、中身見ていきたいと思います。はい、というわけでグリスブリザード本体を巣立ちさせてみましたけれども、いやかっこよすぎるでしょこの巣立ちはやばいよね。というわけで本体このようになっておりまして、角がねまず生えてますけれども、これはねここだけ軟質になっております。で、前回のグリスが頭部が、まあ、特徴的なねクリアパーツでしたけれども、今回はクリアパーツではなくて、まあ、完全な塗装で表現されてる感じですね。これ塗装だよね、塗装だと思うんだけど成型色なのかな。成型色にしてはすっげえ光ってんだけど、で、まあ、グリスの造形ですね。まあこっち左手の肩にキャッスルとフクロウとクワガタですね。サンバガラスのボトルのマークが入ってるのと、右肩にはロボットですね。これはまあもともとグリスのボトルの形状ですね。で、ここがビルドドライバー、そしてここにグリスブリザードナックルがきちんと造形されてます。でロボットアームはちゃんとね手がこっち側が稼働する感じだね。こっちの2本の方がそれぞれ独立して稼働して、こっちの1本の方は動かない。でここは手首というか、まあアームのね先で回転をさせることができます。で普通にいつも通りの RKF の可動域ですね。肘曲がる肘曲がる、で胸可動で足ですね。で足首も可動します。いやー完璧じゃない。ボーイズトイのフィギュアとしては100点満点ですよ。いや、グリスのね、RKF がとにかく良かったんですよ。なんで、ちょっと後で並べてみたいと思いますけれどもね。いや、グリス優遇されてんなぁ。あー、倒れた。別にね、立ちにくいわけじゃないよ。普通に立ちますからね。今のは僕の不注意です、完全に。なので、いつも通りかっこいい構えポーズも取ることができます。いやー、めっちゃかっこいいな。そしていつも通りね、後ろ姿はちょっと塗装少なめっていう感じかな。ビルドドライバーなんで、本来ならここも黄色の、ベルトとかね、造形されてるはずですけど、でもね、モールドもしっかり入ってますので、全然気にならないレベルかな。そして以前発売されたグリスがこのようになっております。ちょっとね、スクラッシュドライバーね、自分で塗っちゃったんだよね。これ本来は全部水色です。ちょっとここグレーに塗って、黄色に塗って、黄色に塗ってっていろいろやっちゃってるんで、ちょっと造形変わっちゃってますけど、本来はまあ水色の成型色一色となっておりますけれども、いや、こうやってさ、ブリザードと並べるとさ、いや、すごいな。なんか迫力があるね、ここまで来るとね。いや、でもね、ちゃんとここからここに進化したってのはよくわかるね。造形やっぱりほぼほぼ一緒なんだけれども、まあこれはライダー的な造形の話ですが、スクラッシュドライバーとビルドドライバーなんで足の造形がね完全に変わっております。こっちはスクラッシュドライバーの、まあ、ゼリーのね成分表みたいに書かれてますけれども、こっちは、ビルドドライバーなんで、まあ、いつも通りねビルドドライバーのライダーの、まあ、ビルドとかクローズとかと同じ造形になっております。そしてこれが右手にグリスブリザードナックルを持たせた状態の、これがパンチポーズですね。いや、めっちゃかっこいい。迫力あるね。でもなんかグリスブリザードナックルもうちょっと大きいイメージだったんだけどな。なんかすげえ小さく感じるな。そして手首パーツを変えて、魂ステージでこうやって構えさせれば、赤羽に向かって飛びかかっていく、これが最後の祭りだを再現することもできます。めっちゃ迫力ある。アップで見たらやばないですかこれ。いや、めちゃめちゃ絵になるよ。すげえかっこいい。そしてこれがライダーキックポーズです。めっちゃいいですね。やっぱグリスはねちょっと低空のライダーキックのイメージが強いな。クローズにしたライダーキックをちょっと思い出させる感じですね。肩からねゼリーがバーってあの時は出てましたけど、まあこれはグリスブリザードなんでねゼリーは出ませんけれども、まあこれはねやっぱかっこいいわ。やっぱこれでこそライダーですわ。そしてこれが昨年の夏に発売された食玩のソードのグリスブリザードですね。こう見比べてみるとこっちの方が若干色が薄いっすね。水色って感じ。まあこっちはねシールすげえ多くて、まあそれで表現してるってのもあるんだけど、まあそれでもねかなり食玩でこのクオリティは素晴らしいなっていう出来だったんですけれども、まあ、僕が思うに今発売してるジオウも含めて最高のソードシリーズの一品だと思ってるんですが、いやーボーイズウェイの今回これの方がやっぱりね本編に近いというか、本編に近いグリスブリザードはこちらかなっていう感じがします。というわけで今回は RKF の仮面ライダーグリスブリザードの方をご紹介いたしました。めちゃめちゃかっこよかったです。多分ね、今まで発売した全てのライダーキックスフィギュアの中でもダントツでかっこいいなって個人的には思いました。ね、まだ発売したばっかりなので、おもちゃ屋さんにもたくさん並んでると思いますので、ぜひとも皆さん一度手に取ってみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。